チキンメニアです。疲れた。夜の11時ですけど、ママがチキンを食べたいって言ったので、チキンを食べに来ました。私は寝たくてたまらないんですけど、顔合ってるよね。寝起き、寝起きめっちゃ機嫌悪いや、みーちゃん。分かってない。寝起きぶち切れモード。顔合ってるよね。でもこういう時に限ってね、もういっぱい気づいてくれるよね。あのこれ自慢とかじゃなくて、さっきもオリーブヤング行ったけど、やばかった。でも本当にもう。ピンクの人や言われて、韓国大体みんなも黒しか服着てないけんさ、派手な色のアウターが着てたらもう大体外国人。で今回来たとこはチキンベニアってとこなんやけど、すごいでこすごっ、眠た。なんかめっちゃ押しとったメニューのワンセウチキンみたいな、大きいエビのチキン。エビ、昨日からエビしか食べてなくないうちら。でこう餅が入ってるの絶対美味しいやん。漬物の大根とビールのつまみ。骨なしか骨ありかって、まあ私は骨ありの方がいいんやけど、ママが骨なしがいいって言うけん、だってなんか食べるのってなんか骨ありでがっつく方がさ、チキン感あるやん。まあ食べるけどね、いきます。おいしい、うまい、すごいピリ辛みたいなんで美味しい、うん。エビもでかい。あっちいい。サムネっぽい。飲みんくせに。一人飲み歩きみたいな。何が美味しいんか分からん、ビール。うまっ、うん、なんか何の味なんやろ。あ、確かにエビチリの辛いバージョン。でも中のエビがでかくてプリプリ。このエビ全力マシッサ。今日ソース行ったやん。街自体おしゃれすぎて疲れた。キーハラン若い時そうやった。で全然ママとかおすまんの悪いとこでも全然入っていけるけど、店とかでも関係なしに入ってくる。若い時はちょっと足入ってんかな。ハイブランドとかもそうやもん。韓国の店員さん細くて可愛くてね、目がアハってなるよね。でも何でもないけど、年齢韓国来る前に羽田の免税店シャネル行ったんよ。で免税で安く買えるけんさ、でも飛行機乗る時ってマジでもうダルギみたいな格好やけんさ、どうしようかと思ったら入ったよ。ほんなら全然相手にされんっていうか、まあお前かまんだろみたいな感じやったけど、これ逆に私この格好でも余裕でも入れるんですよ感出したらどうなるんだろうと思って、めっちゃ余裕ぶったけにシャネルとか全然知らんのに、バッグ何を探しですかって言って、みたいな、ただみたいだけ、え、でも知らんのよ。えけんとりあえず知っとるバッグの、あ、22バッグありますか。知っとる形の言ったら、あ、じゃあありがとうございますみたいな。やっぱ服もそうやけど、堂々としちゃったら、あ、この人ってなんか余裕悪いんやみたいな感じ。韓国来たらいつも痩せようって思う。わかる。なんかそれぐらいみんなスタイルに対して意識が違うよね。韓国人めっちゃ運動する。みーちゃん留学しとった近くにさ、ウォーキングするとことか、なんか自転車とか走ったりする、なんか河原のとこにいっぱいあったやん。あそこで朝からみんな運動しとったね。なんかめっちゃ健康について考える人やと思う。韓国人って日本人とめっちゃ違うとこって言ったら、スタイル関係なくジム通える人おるけんさ、ジム誰絶対行かん。絶対行かん。なんかジム行きよる子に、なんで運動しないのって言われて、別に行かない。何やるんだよ、行ったら。何だろ、行ったところでこんな相手せんだろ。うん、できないんですって言って、うん、ですね。出会いのために行ったよ。ま、辛い唐辛子みたい。てか韓国来たらさ、みんなスタイルいいけんさ、痩せたくなるみたいな話したやん。これ話したことあったっけ。なんか友達が初めて韓国来た時に、で結構ガリガリ仲間だったんよ。めっちゃ仲良くて、で来てくれるってなって、韓国来たら
多分みんながスタイル良すぎて衝撃受けたんか知らんけど、多分本当に痩せるモードになったんやろね。めっちゃ爆食でって来とったのに、来て何食べたいって言ったら何も食べたくないって言い出してせっかく来たのに、ええって言って、ウィンちゃんその時住んどったけど別でいいよけど、えみたいな。でもあんた刺激されたんだろうね。でもそれぐらい初めて韓国来たらね、なんかわかる、なるよね、痩せないかみたいな。で何食べたいって言って、いやなんか野菜もりもり食べたいとか言ってさめっちゃ圧倒されとるやんと思って、なんか連れてったら食べるやろうと思って、焼肉屋連れてったら相当食べようって。いやこの美味しさは負けるよ、うん、うまっ。外がめっちゃカリカリ、うまい。韓国語全然喋れんなっとる。やっぱダメやわ、韓国人のイケメンと付き合おうかな。使わんかったら喋れんなるよ、そりゃ。だって日本住んどってさ、聞きはできるけど思ったこと答えれ。だからまだ聞き取れるときましか、ゆっくりでも回避よくええやん。もうなんか泣き分からんよ。今日身長聞かれたときにさ、身長いくらですかって言われて、あ170って言って、店員とお前絶対違うだろ、170って言ってしまって157ですやけん、ママに170って言おうとしたって言って、うん、何のことや、私袋サイズ赤ちゃんサイズ出たから、何のことだったら170、157ですって。でもさ、聞き取りだけいいよ。ママが何やか分からんけど、一応もう袋一つとか言うの分からんかったら財布こうやって開く。ママはお金とかまだよう分かってないけどさ、お会計の時にもう取ってみたいな、財布こうやって開けてこうやって取らせないけど、それ韓国やけんやけど、他の海外では絶対やったらいかんと思う。大きい数字は分かるよ、ちっちゃいやつはね、もう急いどんかな思ったら小銭バッてやってパワーで渡したらね、取ってくれるの。多分ね、韓国で現金払いの人とかねおらんけんね、多分正直店員さんイライラしてそう。もうカード払いですよねの体で、現金の時は先に現金ですって、ヒョングミよみたいな感じで言っとった方が、マジで現金の支払いの人とかほとんどおらんけんも。まあでも他の会やったら危ないし、絶対その方がいい。韓国以外行ったことないもん。え、そうなの？え、結構新婚旅行とかでも海外行ったことないの？みんな新婚旅行マレーシアとかハワイとかさ、グアムとかさ、いろいろ行くけどさ、ないよ。ミセちゃんのママは新婚旅行どこ行ったの？広島因島金なさすぎやろタイタニックしとったよ、パパとパパ広島の大三島まだ苦しみ大橋つながってなかった。若い時はどこ行ったのかな。何海外、ママ韓国しか本当行ったことないけん、他のとこ行ったことない。でも韓国も20回で行ったなのに、未だにお金の使い払いとか分かる。違うよ、韓国の人はね急いのかなと思うよ。ママ急がんやん。お金ぐらいパパって払えるようにして、だから絶対カード払いとかの方がいいよ、ほんまに。眠たとか言ってほとんど食べるけん結局食べるんよね。ケン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 、イッチのコンサートあるけん応募したけど外れた。イッチめっちゃ行きたかったんやけど、うん、大根と一緒に食べたら美味しそう、うんうん、結局完食。これで気持ちよく寝れるわ。コンビニ寄ってチョコ買って500円やけん。喧嘩しとるだろ、もう。わざとしおるだろ。はい、美味しかったです。チキンメニアさん、位置的にミョンドンとか日本人の人が行きやすい観光地にめっちゃ近いところで夜までやるようなので、ぜひ皆さん行ってみてください。私は今からコンビニ行って夜食を買いたいと思います。おやすみなさい。すごい緩いすぎる動画になったかもしれんけど、こんな感じで軽くプラッとサクッとチキン行ってみてください。サクッといってサクサクのチキンを食べよう的な。以上、ウスでした。バイバイ。